はい、はい、じゃあ後編2つのトピックについてまた聞きたいと思います、はいはい、じゃあまず1つ目が、スタッフについてですね、はい、個展のスタッフの方と大手さんのスタッフの方、はい、どちらともやり取りしていると思うんですけど、そうですね、はい、どう思いますか、スタッフ、はい、全部を含めてのスタッフですね、まあ、バイヤーさんだったり販売員の方も含めて、その現場の販売員の人だけじゃなくてどうですか。そうですね、ですね、結論から言うと、はい、人それぞれですそうですよ、僕もそれは思うんですよただ、まあ、販売員の方に関しては、はい、これも本当難しいなと思うんですけど、はい、圧倒的にまたパイが違うわけなんですよね、はいはいはい、じゃあどっちに優秀な人って集まりやすいのかって思うと、それもこれ確率論で言ったらやっぱ多い方がいるんじゃないかなって思っちゃうんですよね。それはだから優秀の定義がどこにあるかですよね。いっぱい売れるか、売れる人が優秀なのか、はい、もしくはこう最高の接客っていうその概念的な、はいはい、おもてなし的な接客なのか、はいはい、もしくはその独自性のそのカリスマ性のある、はい、だから本当タメ口だけどめっちゃ売るみたいな、はい、キャラクターありきなのかによって多分違うと思うんですけど、はい、じゃあ大手さんのスタッフさんだとホスピタリティ強めというか、まあホスピタリティも強いですし真面目ですし、まあ洋服もまあ好きだとは思うので、マジね、はい、ただ僕すごい変、これもう使えるかどうかわかんないですけど、面白いやつはあんま見たことないあ、でもこれ面白いって、まあ、日本語だと、はい、まあいろんな意味が含まれて、はい、そのファニーな方なのか、はい、インタレスティングの方なのか、はい、まあ、まあ魅力的な人が、はい、そんなに正直あんま見たことなくて、あ、まあ、すごい辛辣な言い方をすると、はい、大学出て新卒で、はい、大手のアパレルショップ入るようなやつは面白いわけないですでも偏見が過ぎる、偏見がこれはいや、これはね、めちゃめちゃ偏見だと思います。炎上案件ですよ、これはフォロワー半分ぐらい敵に回してんじゃないかってめっちゃ面白いまあそれはね、それは冗談だとして、でも大手にも優秀な人多いと思うんですよ、それこそ。いや、思いますよ、うん、やっぱり。だから昔なんてもう服屋なんて、ね、どうしようもないやつがやることだったと思うんですよね。僕らの世代よりちょい下ぐらいから多分新卒で、ね、アパレル入るっていうのが、もう今は多分普通のことなんですよ。はい、おそらく、はい。大学卒業してアパレル。昔だったら大学卒業してアパレルってアホじゃないのってなってましたよね。そうですね、僕の知り合いの子は国立大出てアパレル入った子がいるんですけど、はい、めちゃくちゃ反対されたって言いましたね、まあ、そういうことですよね。そう、だからね、うん、大手の方が確率論で言うとちゃんとした人は多いと思います。そうですよね、それは思います、はい、うん、でやっぱ古典さん、まあ前編で吉田さん言ってたように、はい、あの古典の人は癖が強い人が多いっていう、はいはい、でその癖の強い人がじゃあさらに誰かを雇ったと思ったそう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 、やっぱりルイトモってやつですよ、はいはいはい、癖あるんですよね。そうでもそういうやつらがこうのし上がっていくことが、はい、面白かったりするじゃないですか、カウンターカルチャーじゃないですけど、はい、まあ、大手には負けねえぞって言って、そうですね、やっていくエネルギーもあるんで、まあ、そんな多くない人でもそういう野心っていうか、ただなんとなくやってる人がほとんどなんで、多分アパレル業界って正直なんとなくやってる人がほとんどだと思う。僕もね、昔20歳ぐらいの時アパレルで、それこそルミネで販売やってたりとかしたんですけど、何にも考えてなかったと思う。早く飲み行きたいとか、早くクラブ行ってナンパしたいとか、もうそんなことばっか考えて、仕事に対してだからこう頑張ったらこうなってこうしたいみたいなビジョンとか一切なかったですね、はい、一つも。へー、全くなかったです。そうなんです、ね、だからそういう人も
もちろん僕がそうだったんだから今も大手にも古典にもいるとも思いますし、なんかそういう人がいる環境で働くのってあんま良くないと思います。だから僕は多分職場に悪影響を及ぼしてると思う当時。だせっかくこうやる気もあって夢もあって、はい、こう能力もまあそれなりにある人がいても、うん、周りの環境がやっぱそういう、うん、ね、しょうもないやつが多いとこうだんだん折れてくるじゃないですか毎日一緒にいたら。なんかそれは良くないかもしれないですけど、大手になるとだからいろんな人がいるから、はい、あの大変だと思います。その自分を律してこう俺はこうだっていうのを続けていくっていうのは難しいと思います、うん、今働いてる、まあ、もし今これからちょっとアパレル目指したいっていう方は、はい、まあそう、まあ、どっちを受けるかとかっていう話なんですけど、はいはい、ああ確かに。じゃあ買いに行く人からすると、はい、まあ、古典の、はい、まあ、お店スタッフの人と、はい、大手のスタッフの人だと、はい、どっちがどうなんですかね。あで、まあ、さっきので言うと接しやすいのは大手さんなんですよね。接しやすいのまあでもちょっと、まあ、僕は古典側だから言えるあれですけど、はいはい、まあ、古典で多分僕は嫌いですけど、あのパクチー的なところあるのかなっていう。すごい好きな人はめちゃくちゃ好きだけど、はい、嫌な普通のお客さんはなんだこの店と思うパターンもう多分古典の方がやっぱりありますね。まあそうですね、まあ、これが、まあ、スタッフの人も含めてそうなっちゃうのかもしれないですけど、うんうんうん、その次にのトピックの独自性っていうところにも、まあ、かかってくるか。あちょっとそのまだ、はい、その人のスタッフっていう、はいはい、話すると、はい、多分そのお客さんとして行った時もほぼ変わらないんですよね、はい、僕の中でも。ほう。でなんでかっていうと、あの会社がそこまで管理できてないです、どっちにしても。うーん、古典って割と多分自由にやらせるじゃないですか、はい、で大手も多分割と自由に特にメンズはされてて、はい、レディースは多分かなりこうその接客とか、はい、言葉遣いだったりとかっていうのを深いところまでオペレーションを指導されてると思うんですけど、大手は多分まだそこまで手が回ってないような気がしますね。だから割と独なんかスタッフそれぞれが自分で考えて勝手にやってたりとか、店ごとにそのちょっとしたそういうルールっていうか風潮が違ったりとかしてるような気がします。なのでそのこの会社がはこうねっていうのがあんまり見えないかな。まあゴリゴリ接客行くとかはゴリゴリ接客っていうのは、ああそうですよね、あると思うんですけど、まずもう一番最初に声をかけないといけないみたいな、そういうのはあると思うんですけど、それ以外はそんなにもう本当に割と自由にみんなやってるんで、スタッフによりけりな気が。結局、はい、人それぞれだからまあ自由に働けるっていう意味ではもしかしたら今はその大手も固定もそんな変わんないんじゃないかなっていう、その働いてる側の人から。だからお客さんとしてもそんな変わんないと思うんです。この店感じいい、この店感じ悪いっていうよりはこいつ感じいい人、この人いい人だなとこいつ感じ悪いなだけだと思います。なるほど。あとはまあその相性も多分あると思うんで、人とか。そうですね、そうですね。それに関してはもう僕はちょっと響いちゃいますもんね。もう僕のこと嫌いな人多分一生お店来てくれないですからね。それは僕もしかりです。逆に僕嫌いなお客さんに二度と来てほしくないっていうのもあります。さすがですね、はい、さすがです。ペルシャ絨毯売ってる店ですね。まあそうなんですか。ペルシャ絨毯のお店って、はいはい、店側がお客さん選ぶらしいです。ああ素晴らしい。いやでもそれがでも最終的なお店の僕行き着く先だと思います。もう店がお客さんを選べるっていうのは、多分言ってる意味わかんない人は何言ってんのって、何傲慢なこと言ってんのって思うかもしれないですけど、それが一番お客さんのためになるような気がしますね。うん、だからそのいい、例えばバーにベロベロに酔っ払ったダサいサラリーマンが来たら嫌じゃないですか。そうですね。やっぱそういう人を遠ざけてくれるバーにやっぱ僕も行きたいって感じするんで、その空間も一個のブランドではあるので、変な人いらないんですよと思います。はい、じゃあ最後、はい、独自性、はい、これについてちょっと話していこうかなと思います。はい、独自性、はい、まあ、僕は店側の
話しかできないんであれなんですけど、はいはい、まあ吉田さん、まあ卸やられてるみたいな、はいはい、それで買い付けていくものってやっぱり大手のセレクトショップさんと個店のセレクトショップだと、はい、やっぱなんかあやっぱこっち行くよねとかなんか分かるみたいな、はいはいはい、なんかそういうのあったりするんですか、はい、ありますね、めちゃめちゃあります、ね、あるんだ、で大体僕はそれを見ながらつまんないバイングしてるそれはどっちがあれなんですか。いやでもそれも店によりけりで、あの大手でもああ面白い、はい、あで面白いと僕が思った時って大体売れるんですよ、はい、店としてやっぱその挑戦して、はい、ちゃんと新しい価値を生もうとしてるバイングって大体見たら分かるんですね。多分それ他の、ね、自分でデザブランドやってるデザイナーさんも分かると思うんですよ。ああなるほどなるほど、うんうんうん、ちゃんとこのバイヤーはうちのやりたいことっていうのをある程度理解してくれて、それを出そうとしてる。で逆にだからヴィンテージジュエリーをただやりたくて、ただ売れそうなもの欲しいからうちに来るバイヤーさんもやっぱいるじゃないですか。でやっぱそういう人が選ぶのって大体僕も分かるんですけどそういうところは大体ああもう売れないだろうなって、やっぱりまあ売れたとしても、はい、売れるべくして売れてるだけだから、あんまり面白くない。で僕そのこういう仕事に関して面白くないっていうのは一番致命的だと思ってて、だって面白いからみんな服買うわけじゃないですか、その高い服をわざわざユニクロで買わずに、はい、寒いから買うわけじゃないじゃないですか、その防寒のためにまあそうですね、だどうせ金使うんだったら面白いとか素敵なものにお金使いたいと思うはずなんで、はい、つまんない店っていうのはもう致命的ですね。だって店なんてもう山ほどあるわけじゃないですか。そうですね。吉田さんの思う面白い店ってどういう店なんですか。まあもちろん独自性っていうのは、はい、僕はもう独自性はあるのがもう大前提だと思ってて、はいはい、だからなんか独自性だけを推してる店ってもあるじゃないですか。うちは尖ってるみたいな。ああそうですね。やかましいと思うんですよ。なんかその尖ってんのを前面に出すのは下品だと思うんですよね。なんか僕が思うのは、まあ、ある程度のやっぱ知性というか、まあ、その感性、どういう感性でこの店が成り立ってるのかっていう、はい、その一個のマテリアルとして、まあ、洋服があったりとか、はい、まあ、靴が置いてあったりとかっていう、その店自体がもうまず一個の商品、その中のマテリアルでしかないと思ってて、だからその店の内装にこだわらなかったりするのも謎なんです。ああなるほど、そう、まあそれはでも個展でもできてるとこもあればできてないとこも多分あると思いますし、うん、大手セレクトショップでもちゃんとした例えばインテリアの内装の人を入れてしっかりやってるとか、うん、もすごいいい家具置いてる店とかもあるじゃないですか。そうですね、ありますね。だそういうのも大事だなと思います。だからバイイング その買い付けも大手だとやっぱ売れなきゃいけないとか、はい、流行ってるものを入れなきゃいけないってなるんですけど、はい、じゃ例えばじゃあ A っていうブランドがあるとするじゃないですか、はい、でもめちゃめちゃ売れてると、はい、でどこの店でも置いてる、どこの駅でも買えるみたいなブランドあるじゃないですか、はいはい、でそれをでもそこで買う意味がないと、それが独自性だと思う、うん、だから同じブランド別に置いててもいいと思うんですよ、うん、もっと言えばそこで買うと同じものなんだけど高いけどみんな買う、そこで買うみたいな、うん、だから A っていうブランドのシャツは他では2万で売ってるけど同じものがその店では3万で売っててもいいと思うんですよなるほど。逆にその3万もう1万高いわけじゃないですか、はい、その 1.5 倍の値段で買うのが楽しいみたいにしたら最強だと思います。そうですね、それはすごいですね。その 1.5 倍のその1万円は多分その店の税金なんですよでもその代わりその1万でその店はもっと面白いことやってくれるはずだっていう、お布施ですね。お布施、それは宗教だと思うんでそのお店もブランドも、はい、まあそうですね。だからみんなで支えていかなきゃいけないですっていう気はしてますね。だから独自性とはちょっと話がずれちゃいましたけど、まあ、結局今まで比べてきて、はい、まあ、結局はお店どうこうっていうのは人がっていう話ですね。そうですね。なので僕ずっと結構思ってて、はいはいはい、一日来ていただいた方に結構言ってたりするんですけど、はいはいはい、僕の場合だともう全部一人でやってるんで、はい、バイイングも、まあ、販売も全部やってるんですけど、はい、まあ、うちにあれなんかこのお店にあるのなんかいいなっていうお店を見つけたとしたら、まあ、それで結局バイヤーの人との相性がいいわけじゃないですか、はいはい、もうそこのお店は絶対通った方がいいなってずっと思ってるんで、うん、はい、
なのでうちに来ていただいて、あれこの店いいなと思ったら、あの僕と多分センスが近いはずなんですよ、はい、でもあれなんかこの店なんかあれだなと思ったら、多分僕が何かなんない限り好きなものって多分出てこないんじゃないかもしれないと、うんうん、やっぱりあの相性のいいお店をバイヤーさんがいるところを探した方がいいんだろうなって思ってるんですよね、はい、まあ、そうですね、うん、大手だと見つけにくいかもしれないですよね。だそのバイヤーの色が出せる範囲が狭くなるんで、確かに見つけにくいとは思いますよね。うん、そうですよね、個展だったらもう1回で分かるっちゃうから、ね、そう確かにシビア、そうなってきたらそうだから言ったら大手のセレクトショップさんはもう分かりやすいブランドの価値じゃないですか、はい、この店は こんな感じの店で、うん、この店はこんな感じの店でっていう色があるんで、それを変えれないんじゃないですか、なかなか一気には、うん、まあ、リブランディングっていうのが最近流行ってますけど、はい、あんまり売れてない店が、大手さんそのお金あるんで、はい、一回店潰して、はい、新しく建ててとかって、はい、言いますけど、まあ、やっぱりなかなかそう根本的に変わってるところが見たことないですよ。ただ個展って多分できると思うんですよね。もう俺この感じもやめたっつってあ、まあ確かに、はい、今やってるブランド全部やめて、はい、新しくするみたいなこともできる。まあ極論、はい、極論全然できますね、はい、そう、なんかそういうのもおもろいな、うん、まあ大手さんと個展だとフットワークはいろんな意味で軽いですよね、個展の方は。そうですね、はい、うん、大手さんのバイヤーさんがなんか大変だなって聞いたのが、じゃあまあ展示会回りしてて、あこのブランドいいやりたいって思っても、それをまず上に上げないといけない、上に上げてどうするかっていうのを、はいはい、まあ、話し合い、まあ、企画、まあ、話、まあ、打ち合わせがあっての、はい、だけど結局2020年 AW のものを見て、はい、これがいいって話しても2020年 AW でやれることはないんですよね。2021年春夏をやるかどうかの話になって、ね、はいはいはい、もう秋冬の、まあ、今ちょうど展示会シーズンだから、ね、はい、2020年 AW の話してるんですけど、はいはい、もう予算が決まっちゃってるから、そこで新しいものできないんですよ、ね、うんうん、はい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 。でも僕ら個展の場合しっかり予算決める、予算とかブランド、もうこのブランドにいくらとかって決めてるお店多分あるかもしれないですけど、はいはい、僕の場合はあいいやろうってもうすぐやっちゃうんで、はいはいはい、そう、多分そういうバイヤーさんが個展さんだと多いんじゃないかなと思うんで、うんうん、そうですね、ちょっとがっつり入れたりもしますよね、ファーストシーズンからもうほぼフルラインナップみたいな、そういうとこもあるかもしれないですね。そういう意味ではやっぱりまあフットワークは個展の方が軽いなとは思ってますね、うん、はいはいはい、まあ、そこがある意味個展の強みでもあるのかなとは思ってますね。そうですね、だから逆にフットワーク重い個展さんもいるんですよ、僕のその経験的には。へー、意味ないんですよ個展はだからなんか古典である強みをなんでこの人は出さないんだろうなっていう思う時はありますね。あれでも多分それはやっぱり失敗したくないんだと思うんですよね、はいはいはい、古典さんってやっぱり資金がもうあれだから、まあ、そうですね、はい、売れるものをっていう気持ちはやっぱりあるとは思うんですよね。だからちょっと様子を、それがやっぱり人に察されたらダメです。そうですね、絶対お客さんにもバレてるんですよ。その出ちゃってると思うんですよ。だって僕にも分かっちゃってて、あ、嘘でもやっぱそんなね、例えばお金が資金がないとかいう顔しちゃダメだと思いますね。だから相手に弱みを見せちゃうことになるんで。そうですね、うん。だからそれはなんかもったいないなと思うことは多々ありますね。まあ個展もそうだし、まあ大手も大手なのに資金力全然なかったりとか、あ、そのまあ予算、まあ、お金はまあ膨大にあるんでしょうけど、そこに避ける予算が決まっちゃってるんで、結局個展より買えないみたいな大手さんもいますし。なるほど。なんでうちも本当は大手さんと取引するとき全国のお店で展開してほしいんですけど、絶対その旗艦店一点なんで、それじゃあなんか意味なくはないと思うんですけど、せっかくだったら全部に広めたいんで僕も。そうですね、全国のセレクトショップ、そのお店のにルフしてこう。うちの世界観も広めてもらえたら、はい、っていうのは思いますね。なるほど。結局東京でしかできなかったりするので、うん、っていうのはあります、はい、でまだ結局人だと、結局人それ、ね、そうそう全部結局
で、まあ、今回は、まあ、この辺りで。はい。で、まあ、もし、なんか、こういうことも聞きたいっていうことがあれば、はい、なんかコメントを、ね。まあ、そうですね。あの、リクエストがあれば。リクエストしてもらって、面白そうだったらやります。そうですね。はい。僕ら、なんだかんだ、今年に入って、2週間に1回くらい。待ってます。その後ですいや、そう思ってますよ、俺。あ、本当ですか。はい。確かに。いや、うん。じゃそうですよ。なんで、まあ、多分こういう機会も。マブラジですね、じゃあ。そうですね。こういう機会もあると思うので、はい、もし何かあれば、はい。またぜひちょっと、面白かったんで、はい。よろしくお願いします。それではまた、今日の動画でお会いしましょう。さよなら。ありがとうございます。